ではこの麺の長さ比べ答え合わせといきたいんですが、この色のついたパイプがそれぞれの麺の長さを表しているそうです。追いかけてみます。3種類のカップ麺1食分の麺の合計が一番長いのは、予想は緑のたぬきなんですけど、一応理由も考えてきたんですよ。うどんはちょっと麺が太いじゃないですか、だから長さ取れないかなと思って。あ、ほらほらやっぱりね、赤いきつねは18メートルということでここまでなんですね。で、焼きそばとそばなので私は好きなそばにしてみました。私の予想は当たるのか。あ、ダメだ、そば50メートルでした。でも50メートルもあるんだそば。残念、外れました。正解はこれね、ゴール、あった、すごい、78メートルもあるんですって。よく考えてみれば縮れてるんですもんね、麺。その分きっと焼きそば弁当が一番長さがあるということですね。今回訪ねた東洋水産は1953年に水産会社として東京築地市場内に誕生しました。道内では1963年釧路にすり身加工工場を、その翌年に札幌にラーメン工場を設置。もともと水産加工で道内に独自の販売ルートを持っていたため、新規に参入する他社と比べ有利に。即席麺の道内シェアは全国を大きく上回っています。一食分に切り落とされた縮れ麺、仕切りに区切られて進んでいきます。綺麗にそこに収まって出てきましたけれども、これで完成ですか？いえ、この後に、麺を油で揚げる工程があります。麺で揚げることによって麺を乾燥させています。もし今この状態で食べたらやっぱり出来たての美味しい味は、いや、やっぱり油 の味も重要な要素ですので、揚げてから食べていただいた方がより焼きそば麺を。見た目はもう食べられそうですが、完成はもう少し先でした。今日は特別にこの揚げている工程を見せていただけることになりました。よく見ると四角い黄色の麺が動いているのが分かります。結構高温で揚げてるんですか？はい、だいたいこの中では150度の油で1分から2分揚げる温度と時間によって食感に影響が出てきます。高温の油を通った後は麺を冷まします。こちらが冷却工程になります。はい、ああ本当だ、もう見覚えのあるかっつりしました焼きそばの麺になってます。表面温度をだいたい40度ぐらいまで下げます。ちょっと色も白っぽくなりました、乾燥したので。完成まであと少し、残すは包装です。でもちょっとその前に、こちらの棚にあるのはすべて北海道工場で作られた商品です。中でもこの赤いきつねと緑のたぬきは焼きそば弁当と並んで有名な商品ですよね。この2つの商品についてはつゆにこだわっていて、地域によって味が異なるそうです。地域によってつゆが違う？今回特別に食べ比べをさせてもらいました。真っ白なパッケージの中からどさんこ磯田は北海道の味を当てられるのか。